はい、ありがとうございます。先ほどまでは国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしたんですけど、この動画では大学卒業してからどういう選択をして何をしてきたのかっていうところをしてもらいたいなと思ってるんですけど、うん、大学卒業して獣医学専攻だったと思うんで、はい、獣医さんになったんですか？獣医大学は卒業してその後に国家試験があるんで、はい、あ、そういうことか。国家試験はちゃんと合格しました、はい、そうね、そこはもらった。そこのまま獣医師になったわけではないんですか？ちょっとやっぱ変わってるんですよ、そこら普通の獣医とはまたちょっと違うキャリアを僕歩んでると思いますよね、はいはいはい、この原因がなぜかというと、はい、大学時代のボランティアが衝撃的すぎたんですよね、はい、やっぱフィリピン、こんなに人に役に立てるんだなって思ったんですよね、うんうんうん、でもそっから小学校4年生の時のなんか海外の人たちのためにしたいんだっていう思いが、大学に行って実際にアクションを起こした時にボランティアじゃなくちゃんと国際貢献をやっていきたいって思ったんで、その道とそのまま獣医師として働く道っていうのをすごい悩みました。そっからどっちに触れちゃったんですか？完全にこっちで獣医師国家資格まで取って。いやいや、そうなんです、はい、でももちろん獣医師として国際協力をしていく分野っていうのはいろいろやっぱあるんですよ。牛とか豚の畜産関係とか伝染病とか、そっちだったら JICA でもそうですし国際 NGO でもそうなんですけど、いろんな分野で獣医師の働き口っていうのはあるんですけど、僕が獣医師としてもともとやりたかったペットの臨床っていう分野と国際協力って全く掛け合わされなかったんですよね。ちょっと逆なイメージありますよね。発展途上国の人たちってペットを自分の家族とか日本人が今飼ってるような飼い方は全くしてなかったりとか、ジャイカード国際協力のページを見てもペットの獣医さんが海外で働けるみたいな募集要項って何もなかったんですよね。そこは僕はすごい苦労したんですけど。ああ、なるほど、はい、それを含めてどういう選択をしたかというと、国際協力の道に触れますよね。そうです。そっちに行っていろんなことあると思うんですけど、うん、その中でもジャイカ海外協力隊を選ばれた理由って何かあったんですか？その時に国際協力で日本でどういう方向があるのかって考えた時に、ジャイカ海外協力隊が一番入り口として最初に入るところじゃないかなってその時感じたんですよね。あ、そうなんですね。完全に電車広告見てなんですか？あ、やっぱそうなんですね今までインタビューしてる中でも結構電車広告見てっていう人いますね。これが自分のもしかしたらやりたい転職なのかもしれないからビビってきて、うん、大学卒業して本当にもっとそれを専門的にちゃんとやってみたかったんですよね、はい、でも鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、うんうんうん、その時にあった思いっていうのが一回社会人になってしまって、そこから時間が経った後にまた行けるのかどうかってすごく不安だったんですよ、うんうん、まあ、確かにそうですよね、はい、今こんなに自分がやりたくて心ではそれを求めてるのに、うんうん、今の自分のキャリアと直接的には違うことをどうやって両立させていこうかとかってすごい悩んだんですけど、うんうんうん、今しかできない選択肢ってどっちなんだろうって考えた時に、うん、ジャイカ海外協力隊だったんですよね。だから一念発起していくぞって決めました。ジャイカ海外協力隊を新卒で行くという選択を言ったって感じですね、はいはい、なるほど。実際受けるきっかけっていうところはお聞きしたんですけど、うんうん、どういう職種でどういうところに応募したのかお聞きしたいなと思ってて、そうですね、何を選択されたんですか？獣医師で行こうと思ったら獣医師のキャリアがないとダメなんですよね、はいはいはい、僕は卒業した時は獣医師のキャリアはないので、自分がその時にキャリアあったのは、うんうん、フィリピンでボランティアをして学校で授業をしてきたっていうところも出てる要項の中で合致するところが青少年活動っていう職種だったんで、青少年活動で応募しました、はいはいはい、じゃあ青少年活動っていう職種は小学生とか中学生とかそういった方を対象に教育に対してアプローチをするような職種なんですかね？そうですね、うんうん、僕が派遣されたのは、まあ、エルサルバドルっていう国の18歳から20歳ぐらいの子たちなんですけど、はいはいはい、まあ、職業訓練校。あ、そうなんですね。そこで日本人として情操教育の向上につながるような学校行事とかを企画してやっていくみたいな内容の要請だったと思います、はい、親の所得が低い子たちが奨学金をもらえて、学校の全校生徒ほぼ奨学金をもらって2年間とか3年間で雇用に直結しそうな職種を専門的に学んで卒業していくっていう、これも JICA の支援でできた学校だったんですよね、はい、なるほど。でエルサルバドルっていうのはどういう国だったかっていうと、世界で3番目に治安が悪い、はいはい、マジそんな国なんだその国でなんでそれだけ治安が悪くなってるかっていうと、マラスっていう全身にこう入れ墨を、ギャング集団なんですよね、はいはい、
ね、エルサルバドルで起こる殺人とか犯罪の9割8割はマラスのグループ間の抗争が原因で起きてて、でエルサルバドルっていうのはそのマラス関連の事件で殺人率が一番高いとかワースト3っていうところだった、はいはいはい、でそこに僕は情操教育を教えに来ました、はい、全然わからない恐ろしいですね、はい、ちなみに教育を2年間どっかに所属して教えるってハードル上がるかなと思ってるんですけど、自分の中で学んだこととかありました？その2年間の中で現実を知ったっていうのは僕はあると思います、うんうん、あそうなんですね。で自分はフィリピンでこんなことができたんだって思ったけど、実際じゃあそれを本当にその国に何かやれたか、うんうん、で自分自身一人が持ってるスキルで何かができたかっていうと、結局そんなに大きなことってできなかったなっていうことを学ばせてもらったこの2年間で、人を変えるっていうのは一番難しいですよね。僕その時に生徒から言われたすごいショックだった言葉があって、殺人率の高い国だと生徒たちはどうなっていくと思います？自分の未来に対して落ち込んじゃったりするのかな。この国捨てよってなるんですよ。こんな危ない国に住んでらんないってなるんですよ、うん、でエルサルバドルって600万人人口がいるんですけど、600万人って言われてるだけで200万人ぐらいが不法移民アメリカに渡ってるんですよ。自分の国をみんな捨ててアメリカに何とかして逃れようとしてる人たちのその背景には、自分の家族とか大事な人を安心して守っていけない、生活していけないっていう背景があって、みんな自分の財産だったりとか自分の命すらも危険にさらしてアメリカに渡るんだけど、生徒がその時僕に言った言葉がすごく印象的で、エルサルバドルで一生懸命勉強して医者だったりとか弁護士になるよりもアメリカにリスクを負ってでも渡ってアメリカで掃除婦をやった方が幸せになれるって言ったんですよ。なんかすごく学校でその子たちが専門技術を学んで、その後雇用に直結してこの地域でエルサルバドルを盛り上げていく子たちから出た言葉がそうだったので、その時すごい考えさせられたし、自分って何なんだろう、めっちゃ無力だなって、その時現実を突きつけられた感じ。いやー難しいですね、これは問題が大きすぎるんでね。そうそう、国際協力とか海外貢献とか何なのかなって全体像が分かんなくなったりとか、自分が2年間熱い思いを持って何とか良くしていきたいと思ったけど、実際思ったほどそんなに大きなことはできなくて、で最後ら辺で生徒が発したその言葉で、この子たちの言葉ってすごくリアルだなって、ここでは家族は育てられない、自分の未来に夢を見れない、日本だと学校の先生がみんな夢を持ちましょうとか夢見ましょうとかって言えるじゃないですか。だけど夢を叶えるための努力すらできない国が世界にはあるんだなって。なるほどですね。それはその現場に行ってみないととか、そこに住んで本音を聞くことができたからそれが言ってもらえたわけで、行かないと分かんなかったことですよね。そうですね、うん、発展途上国で起こってる一番大きな根幹の問題って何かなっていうと、貧困だと思ったんですよ、うんうんうん、貧困っては僕が言うのは経済的な貧困っていう意味なんですけど、はい、貧困があることで負の連鎖がどんどん続いていくんだなっていうのをその時すごい感じて、この貧困を止められることができたら、それが本当の海外貢献になるんじゃないかなっていう風に感じたんですよね、うんうん、いや大きいな。でも確かに現場だけで何かを頑張っていても、経済的な外的要因でそれも頓挫しちゃう選択肢だって十分ありえますもんね、うん、そうそうそう、うん、確かに。ちなみに全然話変わっちゃうんですけど、はいはいはい、エルサルバドルめちゃくちゃ怖い国って僕イメージ持ってるんですけど、はいはい、怖かったことは実際ないんですか？実際こうやってめっちゃエルサルバドルのこと怖いって言ってますけど、はい、めっちゃ好きな国なんですよ。あ、そうなんですね。で実際行ってみて思うのは、危ないんですけど、うん、そういう国でもちゃんと危ないことをしないっていうことをちゃんと学べば、ああ全然生きられるなっていうのは感じました、うん、出歩いちゃいけない場所とか、あいろいろ噂を聞くんで、こういう事件がありましたみたいなのとか、怖い話も聞くんですよ、うん、バス強盗っていうのがあるんですよ。エルサルバドル鉄道がないんで、はい、首都のサンサルバドルっていう、うん、サンサルバドルからいろんな地方にバスが出てるんだけど、そのバスの中でマラスが乗客で乗ってきて拳銃とか持ってて身ぐるみを剥がされるみたいな、怖っ、財布と携帯とか出せみたいになって、それをもう出さないと危害を加えられるみたいなのがあるから、ジャイカ的にはメインのお金はお腹の隠しポケットに入れといて、はいはい、すぐ渡せるような20ドルとかをポッケに入れといてっていう、はい、毎回長距離バスに乗るときにはバス強盗があるから気をつけましょうみたいなこと言ってて、ね、僕の知り合いはそれ一人会った人がいて、マジか怖っ。ジャイカで支給された携帯があったんですけど、うん、安いやつ、ね、友達はそれ出したんですよ、はいはい、でも現地の人も使わないぐらい古かったから、うん、帰ってきた
携帯電話返された。いやいや相当安いやつですよね。そうそうそう、でもだからエルサルバドルで実際僕が怖い経験あったのはないですけど、銃声が聞こえてきたりとか、うん、バス強盗があったりとか、そういういろんな話は聞きました。生徒のところに強盗が入ったとか、うん、あそうなんですね。入り口と出口を常にお店入るときに確認したりとか、うん、なんでそう、なんかあったときにもすぐ逃げられるような出口の近くに座るとか、入り口に背を向けないとか、もうそういうのがもう2年間生活してるともう自然になってくるんですよ。すごいですね。はい、ありがとうございますちょっとじゃあエルサルバドルで社会海外協力隊として何してたかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画では、うん、その後何をしているのかみたいなところのお話をお伺いしようかなって思っております。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。